トゥーラー、ダンマークは、デンマークの王族、デンマーク王女。ハノー・オファー元、王大使エルンスト・アウグストの妻。ドイツ語名は、ティーラ・フォン・デー・ネマルク。英語名は、タイラ・オブ・デンマーク。グリュックスブルク公式クリスティアンとその妻の、ヘッセン・カッセルルン・炮白女、ルイーゼの間の三女として、コッペンハーゲンの気球伝で生まれた。デンマーク王フレゼリク八世、ギリシャ王ゲオルギオス一世、イギリス王妃。 アレクサンドラ、ロシア皇后、マリア・フヨード・ロブナの妹である、美貌を歌われた姉たちと同様、テューラも黒髪に、暗めの壁画を持つ、魅力的な王女で、優しい性格でもあった。テューラは若い頃、騎兵隊中尉のビルヘルム・マーシェルと恋に落ち、結果として、マーシェルの子供を見ごもった。時系のゲオルギオス一世は、スキャンダルの発覚を避けるべく、妹に出産は、 アテネでするように進めた。宮廷は、デンマークの新聞に対し、トゥーラは、横断の治療のために、公の場から姿を隠していると説明した。トゥーラは1871年11月8日に、グリュックスブルク城において、マリアという女児を出産した。この娘は、オーデンセの、とある夫婦の幼女にされ、名前もカーテと改めさせられた。なお、カーテの父親である、マーシェルは、 国王に越見した直後の1872年1月4日に自殺している。1878年12月21日、トゥーラはコペンハーゲンでハノーファー元王大使のエルンスト・アウグストと結婚した。夫は1866年の広島戦争に際してプロイセンに併合されたハノーファー王国の王位、継承者で滅亡後も、 名目的に王太子の称号で呼ばれていた。またエルンスト・アウグストは、イギリス王子及びカンバーランド・テビオット・デール公爵の、爵位をも保持していた。王太子夫妻は、オーストリアのグムンデンにあるクンバーラント城で暮らし、間に三南三女を授かった。三女のオルガを抱くティーラ、ありがとうございます。